どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで相変わらず宮崎いるんですけども、今回ですね、宮崎県宮崎市にあります、ラーメン屋台骨文天さんに来ております。このラーメン屋台骨文天さん、はい、ここね、近くにはね、サーフィンの聖地と呼ばれる木崎浜というね、海があるんですけども、過去にねちょっとサーフィンを下手ながらもねちょっとかじってた時期があったんですけども、せっかく宮崎来たから、まあ、2日に1回ぐらいそちらの木崎浜の方でサーフィンやったら、こんなにこんがり焼けてしまいました。そのね木崎浜からもう徒歩もうどれぐらいだろう、10分か20分ぐらいですかね、もう近いです。辛麺ね、なんか辛さレベルが調節できるらしくて、一応50倍までできるらしいんで、まあ、今回ねそのマックスの50倍、食べていきたいかなと思います。それではね、暑さに負けずやっていきましょう。レッツゴー。いただきます。さあ、スタミナ辛麺、辛さ50倍、お手並み拝見ですよ。ところで、ね、さあ勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。うん、いやすごいなこれ、ニンニク、うん、半端ない。ミートソーススパゲッティみたいな感じになってるけど、これね、ニンニクに関してはこれ生ニンニクとガーリックチップとふかしニンニク、これ3種類入れてますから、すごいね、これでもかとニンニクが入ってます。こういう生のニンニクも入ってるんですよ。もう唐辛子でもうスープが固形状になっちゃってます。やばいね。はい、替え玉来ました。替え玉、こんにゃく麺、本当にこんにゃく使ってるわけじゃないからね、そば粉ですからね、これはね。スープ、はい、じゃあラストこれ一口、一口じゃねえな、二口か。
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメン屋台骨分店さんの、スタミナ辛麺、辛さ50倍、辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。おめでとうございます。 7.5 になります。はい、いやあのね、やっぱね、唐辛子の量が結構 100g ぐらいあったんで、食べれば食べるほどダメージが後半に蓄積される、そんなメニューかなと思いますけども、あのニンニクと、唐辛子相性バチチなんでね、ニンニク好きの方、辛いの好きの方はね、ぜひぜひ、ラーメン屋台骨さんにどうぞということで、海も近いんでね、あのこれで辛麺食べて汗かいたら海で一風呂汗流すのもいいかもしれないですねということで、今回やってきましたけれども、本日も行きましょうか。お便りコーナーということで、よくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいかなと思います。1つ目、ペンネーム配送ゲームさん。とりあえず変更名、本家で呼ばれないのでこちらへ行きました。お帰りなさい。こちらも本家ですよ。ペンネームバー不良店長さん、総裁選頑張ってください。いや出ないし